崩れる。ミキくん、トキチくん、みんな、なんかヤバい雰囲気でゲス。オイテルもさっさと脱出した方がいいでゲス。この会場もろとも俺たちのマシンを破壊するつもりか。他のみんなも脱出し始めたみたいだ。僕らも急ごう。おい、何やってんだ。早くこっちに来い。レチくん、行くでゲス。ごめん、まだ行けないんだ。まだあいつが来てない。あいつ、ゴーのことが。そうでゲス、ゴー君はどうしたでゲスか。そういえばレーサー全員ここに集まっているはずなのに、ゴー君だけ見てないよ。まったくこの緊急時に一体何やってるんでゲスか。ゴー君は早くしないと崩れてしまうでゲス。何にしてもここは危険だ。場所を離れよう。レッツ君来た。え、遅かったな、アコ。悪いな、レッツ兄貴、道に迷っちまったぜ。お前が来るのが遅いから俺が先に優勝しちまったぞ。俺だってここまで誰にも負けてねえよ。ちょっと来るのが遅かっただけだい。そっか、時間がない。それじゃあ決勝戦を始めようぜ、アコ。ああ、そうだな。ちょっと待ってゲス、二人とも何を言ってるんでゲスか。ごめん、トキチ君、みんな。でも、約束したんだ。約束？ああ、どうせこれが終わったらまたチームとして戦うことになっちまうからな。この大会だけは二人で全勝して決勝を戦おうぜって決めたのさ、ゴー君。そんな無茶でゲス、早く脱出しないと。トキチ、やらせてやろう。りょうくんまで、もうどうなっても知らないでゲスよ。ごめんみんな。それじゃあゴー、始めるぞ。俺のマグナムと兄貴のソニック、どっちが早いか勝負だ。当たり前だ。兄貴が弟に負けてどうすんだ。いけ
れるぜ、マタグ。二人とも、そろそろやばい。そうでげす。のんきに笑ってる暇なんかないでげすよ。レツ君、ゴー君、すまない、みんな。おい、まだそんなところにいたのか。早くしろ。あ、行こう、みんな。港に行こう。船で脱出できるはずだ。おう。